どうも、番長者翼です。先生、タニータの課長の豪快な給料について語ります。ただいまね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では行きます。基本給が32万8千円。時間外手当が2万円。家族手当が1万7千円。役職手当は10万7千円。通勤手当が1万円で、月収が48万2千円ですね。賞与が年間2回で198万5千円。年収が748万6千円となっています。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。